ながら歩きは危険。スマートフォンの画面を見たり、イヤホンで音楽を聴いたりしながら歩行する、いわゆるながら歩き。女性がながら歩き中に痴漢などの被害に遭う事例も発生しています。その危険性について検証した映像を制作しましたのでご覧ください。ながら歩きをしていないとき、しているときを比較して、どのように危険なのか一緒に考えてみましょう。住宅街編。ここでは2人の不審者が現れます。まずはながら歩きをしていない時の映像を見てみましょう。男が建物の陰から女性を撮影しています。周りをよく見ています。通行人のことも確認しています。2人目の不審者は車の中から女性をじっと見つめます。車を警戒し距離を取って歩いています。以上でながら歩きをしていない時の映像を終わります。次にながら歩きをしている時の映像を見てみましょう。スマートフォンに集中し下を向いてしまっています。男に撮影されていることに気づきません。周りを全く見ていないことがわかります。車の存在を気にすることなくすぐそばを歩いています。車の中から見られていることにも気づきません。以上でながら歩きをしている時の映像を終わります。比較してみましょう。ながら歩きをしていない人は周りをよく見ています。ながら歩きをしている人は見ていません。ながら歩きをしていない人は車を警戒して距離を取っています。ながら歩きをしている人は気にすることなく車のすぐそばを歩いています。公園編。ここでは2人の不審者が現れます。まずはながら歩きをしていない時の映像を見てみましょう。周りをよく見ています。男が物陰から女性を撮影しています。女性はすぐに気づきました。公園には複数の通行人がいます。通行人にも目線が行き、距離を取ってすれ違っています。足音が聞こえるため、背後から来る通行人にも気づきました。端により距離を取って警戒しています。背後から不審者が近づいてきました。突
然肩を叩かれてもすぐに逃げることができました。次にながら歩きをしている時の映像を見てみましょう。スマートフォンを操作しイヤホンもしています。目線が下がり周りを見ていないことがわかります。撮影されていることに気づきません。すれ違う直前まで通行人の存在にも気づきません。後ろから来た通行人には追い抜かれてから存在に気づきました。イヤホンで足音が聞こえないため気づけませんでした。全く後ろを警戒していません。肩を叩かれても逃げる反応が遅れます。スマートフォンを気にして走りにくそうです。比較してみましょう。ながら歩きをしていない人は男の存在にすぐ気づきました。ながら歩きをしている人は男に気づきませんでした。ながら歩きをしていない人は足元も聞こえすぐに反応できました。ながら歩きをしていると反応が遅れました。ながら歩きをすることによって注意力が低下して周囲が見えにくくなる。不審者に接近されていることに気づきにくい。被害または接触にあった時の反応が遅れる。他人との衝突、交通事故などの恐れなどの危険が高まります。ながら歩きは危険。